リムルの旦那。リムルさん、ありがとうございました。やっぱ指導してもらったら全然違いました。うん、だいぶ安定したし、実戦でも十分使えると思う。リムル様、アンギルス軍が南に到達しました。いよいよ来たか、すぐ向かう。スミレ、行くぞ。はい。これよりヴェルドラ最短のための聖戦を開始する。魔物の国テンペストはすでに天使の力に包囲されている。神の力を渡し降伏しろ。これが最後の忠告だ。お前たちの言いなりになるつもりはない。ここは俺たちの国だ。テンペストは他のテンペストの仲間たちが守るし、教祖アンゲルス、お前は俺が倒す。これが聖戦だというのなら、勝敗の結果が神の答えだ。不信心者を粛清せよ。かご、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。レッド、もう終わりか。消え去れ。アイシクルスピア、切り捨てろ。反応したかね。光よ、本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。もう終わりか。とめちゃくちゃにしてやる。アイシクルスピア、ミキタ、本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。反応した。もう終わりか。切り伏せ。受けられんな。消え去れ。油断した。巨人にて切る。アイシクルスピア、そりゃおのれ、覚悟はいいか。バカなオスイーター。不届き者めが、我が力まだ尽きぬ。アイシクルスピア、
切り伏せ。どうした。ふんふんよっ、光よ。ふん、堪能したか。本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。レッド、もう終わりか。くらえ、消え去れ。ふふふふふ、許さぬ。ふふふふ、己不届き者めが。なぜだ、ありえない。私の力とこのエネルギーで倒せないはずはない。カラミティを超えうるほどに増大させたエネルギー、今のテンペストの力では手も足も出ないはずだ。スミレ、私の力をテンペストに漏らしたのか。そのせいで導く者の力が削がれた。ええ、その通り。スミレが私より先に我が国に召喚されていたことは知っていた。何かを企んでいるとは思っていたが、娘だと思い見逃してやっていたのに、私の慈悲が命取りになるとは。教祖アンゲルスのやつ、スミレがこの世界に来てたの知ってたのか。前の世界では私はあなたに何もできなかった。だけどこの世界では止めてみせる。あなたに振り回されている人をもう見たくない。私が人々の支えになっていることがまだわからないのか、愚かな娘よ。愚かなのはあなたの方。スミレ、この世界では血のつながりのないお前だ。情けはかけんぞ。何を今さら、元の世界でも情けをかけたことなんてないじゃない。教祖アンギルス、お前の仲間はほとんど倒した。信者のいないお前に勝ち目はない。どうする。集まれ我が子らよ。はっ。リムルと、リムルに従う心惑わされた者らよ、聖戦はまだ終わりではない。リムルよ、確かにお前は強い。だが選ばれし者ではない。敗北の理由は分かった。次に戦う時は確実に私が勝つだろう。次の時を待て。信者を。転移魔法。天使のくせに悪魔を召喚しやがった。幹部三人を生贄にしたのか。お父さんは力を手に入れた分、前の世界よりひどくなってる。何としてでも止めなきゃ。こく、強敵を発見しました。アイシクルスピア、本気を見せてやろう。誰一人逃がさない。レッド、もう終わりか。よっ。
響きますよ、ファンタズムアーミー。どうした、誰一人逃がさない。もう終わりか。アイシクルスピア、誰一人逃がさない。もう終わりか。本気を見せてやろう、誰一人逃がさない。すぐに追われないよう撤退の手はずも整えてたのか。しかし容赦なく信者を犠牲にするな。父らしいです、どんな時も用意周到でした。スミレ、なんか暗いな。やっぱり父親と戦うのは辛いんじゃないのか。そうじゃないんです。私のディスレベリング、きっかけは父でも私が編み出した技だと思ってたら、アンゲルスが似たような技を使ってたんで、ちょっとショック受けてました。それはまあ確かにショックだな。だけどスミレとアンゲルスの技は根源の思想が別物じゃないかな。どういう意味ですか。多くの信者を従えて戦うことを想定した技と、一人で戦い生き延びるために編み出した技は全く違う。霊視を扱うゆえに結果として形が似ただけだ。そんなことで落ち込むなよスミレ。はい、リムルさん、ありがとう。教祖アンゲルスの逃亡によりテンペストを包囲していた全てのアンゲルス軍は撤退した。今回は被害なくしのいたが、教祖アンゲルスの思う様子全く諦めていないようだ。何か手があるようだったが、今回はこちらの準備不足もあった。戦線を語り機会を伺っていたアンゲルスに対し後手に回ってしまった部分も多くある。テンペストの南側、アンゲルス国方面の警備区域を広げ、アンゲルスの動向により注意を向けることにした。両国間の土地勘のあるスミレに聞いたところ、南の遺跡までをテンペストの支配領域に含められればアンゲルスをかなり牽制することができるようだ。ただし南の遺跡は強力な魔物が跋扈する危険地帯でもある。まずは調査からか。
国、新たな目標が発生しました。この機会に気になるところも調査しておこう。能力の上昇率を開示します。
重要な目標を達成しました。よし、目標達成。リムル様、アンゲルス国に関する調査が上がっております。わかった、執務官の中で聞こう。教祖アンゲルスは近隣の国にテンペストへの宣戦布告を通達していました。テンペストで何が起こっているのか、諸国から書状が届いております。アンゲルスとの問題が片付き次第順次返答していこう。事情を説明して分かってもらうしかない。これはリムル様、どうされました？とてつもない速度でテンペストに向かってくる者がいる。この気配は。アンゲルス戦でどう影響が出るのか。お腹が減ったのだ、ご飯。ミリムのご飯という声はアンゲルスとの戦争でピリつくテンペストの空気を一撃で溶かしてくれた。せっかく戻ってきたんだ、とびっきりのものをご馳走してやりたい。食材を取ってくるか。ミリム、ちょっと待ってろ、すぐうまい飯の食材を集めてくるから。新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。リムル、能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コック、強敵を発見しました。食らい尽くせ、ベルゼビュート。この調子だ。無駄だよ、いい感じだ。そりゃよ、そりゃおりゃ、アイシクルスピア。そりゃこの調子でガンガン行くぞ。わしの勝ちじゃな。お、なんだこれ。資源の足しにするか。コク、接敵を確認しました。食らい尽くせ、無駄だよ。アイシクルスピア。そりゃ生きた。よっ、そら、ふむふむ、結構調子いいな。お、なんだこれ。資源の足しにするか。接敵を確認しました。食らい尽くせ、ベルゼビュート。いい感じだ。無駄だよ。アイシクルスピア。
これくらいは当然です。よし、完璧だな。ここは任せます。コク、接敵を確認しました。アイシクルスピア、ベルゼビュート。無駄だよ。よし、そりゃふん、そりゃよし。ふむふむ、結構調子いいな。お、なんだこれ。資源の足しにするか。強敵を発見しました。アイシクルスピア、そりゃいい感じだ。いくぞ、そりゃよ、そりゃよ、そりゃくらえ。めちゃくちゃにくよ、そりゃうりゃ、そりゃくいくぞ。覚悟はいいか。カオスイーター、食い尽くせ。ベルゼビュート、無駄だよ。アイシクルスピア、初心にて切る。無駄だよ。うりゃ、そりゃよ、そりゃうりゃ、そりゃアイシクルスピア、そりゃうらえ。それよ、たアイシクルスピア、そりゃそれ、は食らいつくせ。無駄だよ。この調子でガンガン行くぞ。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。ミリム、なかなかいい食材が手に入ったぞ。それは楽しみなのだ。早く食べたいのだ。作るのだ。やっぱりテンペストのご飯は最高なのだ。それで仕事は終わったのか。まだだけど、リムルに会いたくなったからちょっと寄ったのだ。あ、うんうん、すぐに戻らなきゃいけないけど、うん、温泉入ってから戻るのだ。やっぱりテンペストの温泉は最高なのだ。あー、生き返るのだ。相変わらずどこまでも自由だな。それがミリム様の魅力です。私がいない間に何か変わったことはあったか。まあいろいろな。ユーラザニアとの国交が始まったり、ドワルゴンで友好宣言してきたり。それもアンゲルスとの戦争のせいで怪しい状況だけど。アンゲルス？天使のゴーレムは戦いに出てきたか。ミリム知っているのか。天使のゴーレムとも戦ったよ。天使のゴーレムなんて珍しいのだ。
私も天使のゴーレムと戦いたかったぞ。天使との戦い、そういえばフレイから100人くらいのハーピーの小さな村が襲われた話を聞いたのだ。何者かに襲われた痕跡はあるが、死体が残ってなかったらしいのだ。オークロードの時と同じ？スキルで食ったというより死体をどこかに運んだ感じだとフレイは言ってたぞ。死体が必要だったということでしょうか。フルブロジアとアンギルスは隣接しています。何か関係があるのかも。フレイが犯人を探しているのだ。情報があったらあいつに教えてやってほしいのだ。それはいいけど、俺フレイって知らないんだけど。口うるさいけど、まあいいやつなのだ。リムルの次に仲がいい。今度リムルにも紹介するのだ。ああ、なんかよくわからないが、どんどん知り合いが増えていくな。さて、そろそろ仕事に戻るのだ。また行ってくる。では。いきなり来て、いきなり帰ってしまいましたね。それがミリムだからな。でも、なんだか元気が出ました。それがミリムだな。ソエ。いるか。ここに。今のはおそらくアンギルスのスパイだ。後をつけて目的を探れ。はっ。ソウエイからの報告は、ミリムが教祖アンギルスのターゲットに入っているという内容だった。融資を求める教祖アンギルスがミリムを狙わない理由はない。ミリムに手を出さない理由は、単純にその力が強大すぎるからで、テンペストに狙いを変えたということも分かった。テンペストも舐められたものだ。ご報告があります。アンゲレス軍は100人ほどの規模で進行中。テンペストの領域の1キロ先に陣取っています。100人、思ったより少ないな。指揮を取っているのは？軍の将は前回の戦いでは見ないものでした。ただ別格な強者です。進軍途中に出会った魔物や冒険者たちは全て一人で皆殺しにしていました。その数は俺が把握しているだけで1000体は超えています。その中には A ランクの魔物もいました。危険な感じがするな。俺も調べるか。みんなを集めておいてくれ。はアンギルス軍が再び侵攻してきた。今はテンペストの領域外で陣を取っている。俺もさっき魔力感知で調べてきたところだ。結果はどうでした？前回と違い、人数は100人と少ないが、個々の能力値は高い。全員が魔物でいう B ランク以上の力を持っていて、大きな箱を背負っている。その大きな箱、気になります。テンペスト対策をしてきていると思った方がいいだろう。そしてこのアンギルス軍を率いる巨大なアーティファクトエンジェルの魔素量が凄まじく、俺が1対1で戦って勝てるかどうか。リムル様より強いものなどおりません。だといいがな。今回は厳しい戦いになりそうだ。リムル様が危ないと思うほどの魔素量の敵か。大丈夫っすよ。
我が輩はリムル様の強さを信じておりますからな。ディアボロにも一時戻ってきてもらった。お前の強さは分かっている。頼りにしてるぞ。リムル様、お呼びいただきありがとうございます。私にお任せください。リムル様、ご報告が。東からはドワルゴンのペガサスナイツが、南からはユーラザニアの三獣士がこちらに向かっています。テンペストの危機と伺い、馳せ参じましたぞ。リムル様、共に戦いましょう。援軍はありがたいが、これはテンペストの問題だ。他国を巻き込むつもりは。何固いこと言ってんだよ。仲間のピンチは助ける、それだけだろ。だが、リムル様、ここは皆様のご好意を。リムル様の人徳で集まってくれた方々です。ガゼル王のお言葉を借りれば、兄弟子として当然のことだと。カリオン様も先日の酒のお礼だと。そうか、ありがとな、ガゼル王。カリオンさん、この恩は必ず返す。ぜひ酒で願いたい。リムル様、外に多くの者が集まっています。リムル殿、問題が起きてると聞きましたぞ。俺たちも微力ながら力貸しに来ました。困ったことがあれば頼ってほしいですよ。リムルさんにはお世話になりっぱなしだから。旦那、不測の事態、英雄の力がいるんじゃないのか。私もお力添えさせてください。私たちもジュラの森大同盟のもとお力をお貸しします。あちしたちもいるよ。恩を返す時が来たな。仇の兄貴は来てないけどね。仇はリムルは天使なんかには負けないから、俺が行く必要はないってさ。ちょっとうずうずしてたけどね。ほんと、仇の兄貴は素直じゃない。あいつらしいな。テンペストの窮地に駆けつけてくれる者たちがいた。普段の行いが良かったからなんて思うのは調子に乗りすぎだろうか。彼らの思いに報いるためにもこの戦いに勝たなければならない。前回より厳しい戦いになることは火を見るより明らかだ。これでアングルスとの戦いは決着させる。準備が整い次第、侍大将ベニマルに伝達だ。気合い入れていくか。おお、大量だな。戦いが始まる。相手は天木国アンゲルス。敗北を知った教祖アンゲルスの復讐の牙がテンペストを襲う。アンゲルス軍が陣を畳み、進軍を開始しました。行くか。最短の聖戦を始める。あれは教祖アンゲルス？あの姿は
お前は教祖アンゲルスなのか。その体はどうした。アークエンジェルの遺骸を使ったゴーレム、アーティファクトアークエンジェル、これが今の我だ。上位の天使スミレ、本当なのか。そんな、人間の魂ではアーティファクトアークエンジェルは制御できないはず。さすが我が娘、よく調べている。このアーティファクトアークエンジェルはハーピー100人の魂をコアにしている。ミリムの言っていたハーピー100人が襲われたという話、犯人は教祖アンゲルスだったか。100人の魂と共にあるのに教祖アンゲルスには人格があるのか。カイ、教祖アンゲルスの所持していたユニークスキル導く者と答える者は統合された可能性があります。新たな力を手に入れたと考えるべきか。我のスキル導く者により100人の魂は我の一部とした。我の新たな力を見せよう。導く者、幹部たちよ、我が軍のもとへ。頭が痛い。テンペストを滅ぼすことこそ主たるリムルを救い国家の救済となる。聖戦に参加せよ。デニマルたちを洗脳するつもりか。ベニマル、シナ、シオ、ハクロ、ソウエ、リムルさん、たまにテンペストを滅ぼさなければならない。グル様のため、テンペストを滅ぼす。リムル様のため、ラファエル、洗脳を解く方法は。カイ、洗脳は直接接触して魂の系譜に戻すことが可能です。戦闘中に洗脳を解除するより混沌させて解除した方が効率的です。今はベニマルたちと戦うしかないってことか。みんな、ベニマルたちは仲間だ。助けたい。ここはテンペストの面々で戦わせてほしい。承知した。他に動きがあれば我らは動くので、リムル様は存分に戦ってください。国、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。食らいつくせ。ベルゼビュート、無駄だ。アイシクルスピア、甘く見ないでください。この調子で油断したクレアサークル。覚悟はいいか。カオスイーター、待ってくれ。これ以上遅れは取らん。これでどうだ。ユースイーザー、アイシクルスピア、
消し止め。無駄です。行くぞ。甘く見ないでください。食らい尽くせ。ベルゼビュート。無駄だよ。負けられんな。なんじゃと。セーファイシクルスピア。やってくれ。負けられんな。ついた。無駄だ。食らい尽くせ。ベルゼビュート。セイ。行くぞ。よくだ。許せないっすよ。シクルスピア。そりゃ。行くぞ。セイ。やっせ。負けられんな。よくだ。アイシクルスピア。覚悟。消し止め。やった。やっ。食らい尽くせ。ベルゼビュート。決めます。やってくれ。無駄だ。やった。主に刃を向けるなど不覚です。じゃリムル様を攻撃するなんて。リムル様になんてこと。なんたら失態。お前たちのせいじゃない。全部こいつのせいだ。俺に仲間を攻撃させるのが教祖アンゲルスの目的か。リムル、部下たちで倒せるとは思っていない。ベニマルたちはともかく、なぜお前の仲間たちを無駄に戦わせた。答えよ、我が子らよ。しか、絶対の忠誠か。教祖アンゲルス様に絶対の忠誠を。教祖アンゲルス様に絶対の忠誠を。教祖アンゲルス様に絶対の忠誠を。ならば死を乗り越えろ。かごく、強敵を発見しました。食らい尽くせ。ベルゼビュート。無駄よっ。さあ、いい感じだ。アイシクルスピア。そりゃ行くぞ。ベルゼビュート。まだまだだ。よっ。
教団幹部の魂が目的だったか。教団幹部100人の魂が100体のアーティファクトエンジェルのコアになったってこと？リムル様、この数のアーティファクトエンジェルは私たちに勝機はあるのでしょうか？一度は倒した相手だ。恐れる必要はない。導くもリムル、貴様は動くな。動きが鈍い。ラファエル、この力どうにかできないのか？カイ、教祖アンゲルスの導く者による洗脳にレジスト中です。そのため能力に大きく制限がかかっています。ここでオートバトルモードを発動したところで教祖アンゲルスはすぐに止めに来るだろう。今の教祖アンゲルスにオートバトルモードが打開策になるかどうか、勘ぐるのが好きな奴のことだ。オートバトルモードを見せて下手にラファエルの存在を悟られるのもまずい。なかなかな力だな。導く者の力に抗えるのか。いや、それで手一杯なら、こちらに分がある。教祖アンゲルスの後ろに並び始めたっすよ。テンペスト、リムルの力こそ強力だが他のものは脅威ではない。リムルを封じることが最重要。我がリムルの動きを止めている。その間にアーティファクトエンジェルがテンペストを滅ぼす。その後に残ったリムルを時間をかけて始末すればいい。しばらくそこでおとなしくしていろ。誰がこのまま。リムル様、ここは我らにお任せを。リムル様、大丈夫です。我々の力見せてやりますよ。腕が鳴るっすね。主よ、見ておいてください。俺たちも甘く見られたもんですね。リムル様、先ほどの挽回のチャンス、ここは任せてください。すぐに倒してリムル様を守ります。リムル様、すぐ倒すので待っていてください。アーティファクトエンジェル100体、敵として不足なし。しっかりここで取り返す。リムルさん、私たちは負けないです。リムル様ご安心を。テンペストへは一歩も踏み入れさせません。
侮っている奴らに我が輩の力見せてやりましょうぞ。リムルさん、僕たちテンペストの力で十分勝てますよ。リムル様、全力で倒してきます。リムル様からもらった力見せてきます。俺が指揮を取る。アルビス、スフィア、フォビオが10体、フィルズ、カバリ、ギロ、エレン、ヨーム、ミューラ、ロンベル、カジル、グルーシスが10体、カーバンクル、ケットシー、グレムリー、トレーニー、トライアが10体、ディアブロ、お前は一人で大丈夫だな。リムル様の前でその力を見せてみろ。ええ、本当はリムル様にご命令いただきたかったですが、楽しむといたしましょう。それぞれ相手にできるか。問題ない、獲物が足りないくらいだ。やれやれ、いつも大仕事だな。仇に知られても恥じない結果を残すぞ。ありがたい、では任せる。残りは俺らで片付ける。3部隊に分け20体ずつ相手にする。ここで散るだけのうぞうむぞうらが何をしても無駄だ。教祖アンギルス、テンペストをなめるなよ。標的を発見しました。燃え尽きるがいい。エルフレア、あまり舐めてもらっては困る。登ろ、こけ、悪いな、俺たちの本気に付き合ってる。負けの気がします。悪いな、俺たちの本気につき、体が軽いの。国連者、やってくれ。燃え尽きるがいい。エフレア、もう諦める。あまり待ってもらったら困る。おぼろ、国連者、標的を発見しました。この相手なら今日僕に任せて。そんな、まだ僕だってあの人のように。決まった、はっ、せい、いや、せい、はっ、はっ、いや、うまくいった。せい、ここが正念場。はっ、せい、はっ、僕だってあの人のように。ふっ、決まった、この相手ならよ、僕に任せて。いや、せい、はっ、はっ、せい、ふっ、はっ、ふっ、こっちだ。はあ、遅いよ。いや、僕だって
あの人のように。決まった。我が輩にお任せあれ。ボルテクスクラッシュ。決まった。僕だってあの人のように。決まった。僕だってあの人のように。決まった。そんな。遅いよ。覚悟はいいか。カオスイーター。せい。まだ。せい。標的を発見しました。ここは私がカウンターフィールド。私が皆を守ります。その相手は、はーい、オーガフレーム。うまくいきました。いきます。プロテクション。ここは私がカウンターフィールド。私が皆を守ります。いや、甘く見ないでください。そんな。まだです。いや、まだで。いきます。プロテクション。ここは私がカウンターフィールド。私が皆を守ります。いや、行きます。オーガフレーム。プロテクション。まだで。オーガフレーム。役立たずどもが。あ、体が動く。みんなよくやってくれた。リムル様、こちらはなんとか持ちこたえました。導く者に対してレジスト中だったとはいえ、仲間たちが傷つく様を見ているだけしかできなかった。教祖アンゲルス、もうお前の好き勝手にはさせない。アーティファクトエンジェルでリムル以外を倒せないとなると最後の手段か。少々後始末が面倒にはなるが、神の力が手に入ることに比べたら些細なこと。神の代行者よ。あれはアークエンジェルの意外。うわ。アークエンジェルを切り刻んでバラバラに仕上がった。倒れたアーティファクトエンジェルにアークエンジェルの意外のかけらが。アーティファクトアークエンジェルになる。
ラファエル、アーティファクトアークエンジェルの力は分かるか？カイ、アーティファクトアークエンジェルはアーティファクトエンジェルの10倍以上の力を保持しますが、不安定な魂では数時間で体が崩壊します。10倍？より強い神の力を得た幸運な者たち、お前たちに残された時間は短い。残りわずかな命を使い、テンペストを殲滅せよ。教団の信者、いや、自分の国の民を使い捨ての駒にするのか？不本意ではある。神の力を一人で探すのはいささか面倒だ。こいつ。コク、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。食らい尽くせ、ベルゼビュート。無駄だ、アイシクルスピア。アイシクルスピア。そりゃ、くそ。おりゃ、それ。そりゃ、食らい尽くせ、ベルゼビュート。無駄だ。何人相手にできる？ペガサスナイツの名にかけて3体は仕留める。私たちもカリオン様の忠誠にかけて3体は倒します。俺たちはカバルとドライアド、ケットシーたちと力を合わせて、やっぱ3体が限界だ。それだけでも助かる。何体か決める必要などありません。天使のお相手は得意分野ですので。残りはアーティファクトアークエンジェル91体と教祖アンギルス。厳しい数だが、やるしかないな。集中攻撃をもってしてもこれほど手こずらされるとは。三重士が揃っていてここまでの苦戦か。強いなこいつら。俺らの手には余るか。前衛以外はサポートに回れ。長期戦になるぞ。まずい、このままだとみんなの体力が持たない。
集中力も限界だ。どうする？何をしている？よそ見などしている余裕はないぞ。アンゲルスを抑えるので手一杯だ。残りのアーティファクトアークエンジェルもまだ多い。テンペストを殲滅。ミト、大丈夫か？こんなところでやられるわけにはいかない。テンペストを殲滅。リト、危ないや。ミト、ミトは？リト、いつまで倒れてる？早く立て。この声、借りを返しに来た。ゴク、個体名カタキはアストラルゴブリンの力を完全に制御しています。カタキ、来てくれたんだ。その姿、精神生命体の力をマスターしたんだね。しかし、このベストタイミングでの登場、もしかして出番を伺ってたのか？待ちわびたぞ。来てくれたんだ。信じてたよ。アーティファクトアークエンジェル20体は俺が引き受けよう。リムルさん、ごめん。僕もカタキと一緒に戦ってもいいかな？ああ、カタキの仲間たちはカタキと共に戦え。ゴク、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。この相手なら、よ、僕に任せて。まだか？僕だってあの人のように。決まった。うまくいった。この相手なら、よ、僕に任せて。はっ、せい。や、そんな。まだ。はっ、せい。や、せい。はっ、せい。や、僕だって、あの人のように。決まった。はあ、この相手なら、よ、僕に任せて。はあ、せい。はあ、やっ、まだまだ。倒れろ。はあ、せい。はっ、やっ、せい。ふっ、まだまだ。はっ、はあ、この相手なら、よ、僕に任せて。はっ、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 やっ、せい。ふっ、はっ、せい。はっ、やっ、せい。はっ、そんな。まだまだ。この相手なら、よ、僕に任せて。やっ、せい。ふっ、遅いよ。はっ、はっ、ふっ、は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 っ、やっ。この相手なら、よ、僕に任せて。はっ、せい。やっ、せい。はっ、せい。ふっ、はっ、はっ、ふっ、はっ、はっ、せい。
アストラルゴブリン。精神生命体の力は侮れない。我々の勝利は変わらないが、最優先で排除すべき要因である。悪魔召喚。幹部たちの死体を生贄に悪魔を召喚した。召喚されたグレーターデーモン10体がアーティファクトアークエンジェルに憑依していく。アーティファクトイビルエンジェル、天使と悪魔両方の力を持つ者らだ。切り札は全て使った。これが最後の聖戦だな。みんな、キルムだ。アーティファクトイビルエンジェル、凄まじい力だ。だが、テンペストは俺が守る。アーティファクトアークエンジェルに加え、アーティファクトイビルエンジェル、敵として不足なし。そうだ、ここまで来て引けるわけがない。そうです、私たちにはリムル様がいます。リムル様、アーティファクトイビルエンジェルたちは俺たちが倒しますよ。どう変わろうと私の敵ではありません。リムル様、ご安心を。みんながアーティファクトエンジェルたちを倒すなら、その間に私は父を狙います。こんな状況でもみんな俺を信じて立ち向かおうとしてくれている。オークディザスター、アストラルゴブリン、カリブディス、強敵ばかりだったが仲間たちと切り抜けてきた。だから今度も総力戦だ。みんな本気を出してくれ。何かあったら必ず俺が助ける。教祖アンギルスは俺が倒す。スミレ、一緒に戦うぞ。はい。ゴク、ゴク、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。派手に行くっすよ。サモン、ゴリャ、まだまだ行くよ。やっ、まだまだ行くよ。ゴリャ、よっ、よっ、よっ、覚悟す、ゴリャ、やっと、まだまだ行くよ。行くっすよ、こっちっす。よっ、やっ、まだまだ行くよ。覚悟はいいか。カオスイーター、それそれ、どこにするっすか。やるっすよ、行くっすよ、こっちっす。それそれ、やったっす。まだまだ行くっす。やっ、まだまだ行くっす。やっ、まだまだ行くっす。行くっすよ、こっちっす。とよっ、こうなれ奥歯立ちっす。こうなれ奥歯立ちっす。よっ、許さないっすよ。やるっす、派手に行くっすよ。サモングラス、燃えてきたっす。こうなれ奥歯立ちっす。こうなれ奥歯立ちっす。ついてこれですか。やっ、まだまだ行くっす。やるっすね。許さないっすよ。
やっ、まだまだ行くっす、こりゃまだまだ行くっす、派手に行くっすよ。サモングルム、やっ、やっ、パスよ、やっ、パスよ、覚悟っす、行くっすよ、こっちっす、よっ、それさ、行くっすよ、こっちっす、こりゃ、どうにするっすか、やるっすね、こうなりゃ奥の達者、やっ、まだまだ行こう、それまだやる気、こりゃ、行くっすよ、こっちっす、よっ、それそれ、ほっ、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。何するの、よいしょ、いや、それ、えい、いや、倒れて、オーラシールド、それ、よ、それ私こそ神にふさわしい、スルーリング、あと、まだ立ち上がるのかね、皆さんに力を、生き残るもの、えい、倒れて、何するの、よいしょ、それ、オーラシールド、よいしょ、皆さんに力を、生き残るもの、キリッス、よいしょ、えい、いや、倒れて、えい、いや、オーラシールド、私こそ神にふさわしい、何するの、よいしょ、まだ立ち上がるのかね、いや、倒れて、あと、それ、えい、それ、ディスレベリング、皆さんに力を、生き残るもの、それ、いや、オーラシールド、えい、いや、倒れて、えい、倒れて、それ、えい、それ、いや、お願いします、皆さんに力を、生き残るもの、えい、オーラシールド、来ないで、オーラシールド、いや、倒れて、えい、えい、いや、倒れて、えい、倒れて、えい、いや、それ、オーラシールド、えい、倒れて、それ、いや、オーラシールド、私は神だ、えい、はい、僕などオーラシールド、よいしょ、のや、倒れて、えい、倒れて、倒れて、えい、倒れて、オーラシールド、や、倒れて、えい、皆さんに力を、生き残るもの、倒れて、オーラシールド、いや、倒れて、
どき者めが。リムルさん、テンペストが、みんなが、だいぶ押してきてます。ああ、このまま行くぞ。リムル様、こちらすべて片付けておきました。次のご命令を。こちらも倒したぞ。ペガサスナイツ、体勢を立て直し、直ちに他の救援に向け。大苦戦だったが、なんとかこっちも倒せたぜ。怪我してる奴を助けに行く。リムル様、我らも倒しました。みんなのフォローに回ります。リムルさん、アーティファクトアークエンジェルたちは壊滅だ。あとはアンゲルスのみ。どいつもこいつも邪魔ばかり。選ばれた我の邪魔ばかりする。お前らは我の野望のための養分だ。なぜ潔く死ねない。なぜ我の役に立たない。そんな養分などもういらぬ。消えろ。ゴク、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。いや、もうえまい。おぼろ地点ゴーライ。未熟者が、やる気が、いい子ひどいよ。なんじゃと。魔巨神にて切る。ひざまずくがいい。私こそ神にふさわしい。まだ立ち上がるのかね。巨人にて切る。油断したかの。油断したら。私は神だ。敗北など。ベルゼビュート。ね、無駄だ。行くぞ。油断し。よ。やあ。光。マジか。もりゃ。どうするっすか。やるすぎ。行くっすよ。こっちっす。と。それそれ。と。それそれ。と。それそれ。触れ サモンブルー。
行くっすよ。こっちっす。こりゃまだまだ行くよ。よやっと行くっすよ。こっちっす。許さないっすよ。やるっす。こりゃとやったっす。それそれとそれそれよ。まだやる。それそれとこりゃ行くっすよ。こっちっす。とそれそれとやっいやまだまだ行く。それそれ壁に行くっすよ。アンゲルスの力が凄まじいことになってるな。ただ、これは精神が耐えきれていないのか。限界を超えた力、仇の時もそうだったけど、この過ぎた力の反動は体を消滅させるんじゃ。リムルさん、アンゲルスはもう終わりです。戦っても、戦わなくても。ただ、私は決着をつけたい。ああ、分かったよ、スミレ。アンギルス、これで最後だ。みんな、行くぞ。ゴク。高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。無駄に、ふん、うりゃ、消え去れ、くっ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 、くやるくらえ
無駄だよ。寝る。私は神だ。敗北など。スミレか。私は神になり皆を救わなければならない。だがもう救う力がない。救うための民もいない。私は何のために神になりたかったのだろうか。私を、病気だった私を助けてくれたからでしょう。そうか、あの時。お前はパパは神様だねと。そこからだった。スミレを救いたくて、救いを求める人を救いたくて。だが私はいつしか自らのエゴで神になろうとしていた。神に少しは近づけただろうか。
こまで自分勝手な人だ。私だけの神様でいてくれたらそれでよかったのに。大丈夫か？分かってたことだから、私が望んだことだから。リムルさん、ありがとう。もう大丈夫、行きましょう。神か、俺にはわからないな。ただ最後アンギルスがスミレに向けた目は優しかった。これでいいかもわからないけど、お父さん自身二度目の人生で救われたような気がします。そうだな。うん、そうだったらと俺も願う。アンゲルスとの戦いはこれで終わりだ。みんな、テンペストに帰るぞ。はい。神になりたかった男は神に近い力を手にした後、朽ち果てた。その最後はなぜか満たされた顔で消滅していった。天木国アンゲルスに残っていた住民たちは散り散りに去っていった。天使の里に再び天使が舞い降りることはなくなった。人間だった俺は通り魔に刺されて死んだと思ったら、こっちの世界でスライムに転生してしまった。暴風竜ベルトラと友達になったり、みんなを守るために戦ったりして今に至る。まだまだいろいろなことが起こりそうだが、こんな人生も悪くない。Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.